動体視力はですね、こう動くものをはっきりと見る能力と、そういうふうに考えてください。そういう時に動いているものを見る時にはですね、一番大事なのは目の動きなんですね。ですからほぼ肩幅ぐらいまで開いて、目を左右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 、こういうふうに動かすトレーニングですね。からバリエーションとして上下斜めにする、これが一番ですね、トレーニングとしていつでもどこでも誰でもできるトレーニングということになります。例えば野球の球を打つ、テニス、それから卓球のような飛んでくるボールを打ち返すような、こういうところにですね、役立ちますね。視野を広げるトレーニングで一番有効なのはですね、マグネット貼り付けてあると、そこにこう順番にですね、こうタッチしていくと、このトレーニングは非常に有効ですね。広い範囲を見るんですよ。一箇所だけ見ていたら周りが見えませんから、抑えながらも周りもずっと見てるんですね。こういうことを繰り返すことで視野が実は広がっていくんですね。家庭でやる場合はですね、一番いいのは冷蔵庫ですよね。まあ少しちょっとしたスペースにああいうのを置いといて、やると、少し記録つけて今日は何秒でできたとかね、そういうふうにしていくと、効果がですね、こう数字でとなって現れるので、面白く、続けられると思いますね。特にですね、こういう能力が必要なのはサッカーとかですね。例えばサッカーだったらパスコースです。一瞬の間で見ますよね。そういう時の例えば幅広くこう視野を広げて見てます。こういうふうにボールゲームなんかでは広い視野っていうのが必要なので、こういうトレーニングがですね、非常に有効ですね。これは瞬間視と呼んでますね。瞬間的にそのできるだけたくさんの情報を一度に取ると、こういうふうな能力を瞬間視と言います。でこれはですね、一番簡単な方法は新聞を約1秒ぐらい開いて、そして閉じます。でそこにどんなものが見えたのか覚えるんじゃなくって、こういうものがあった、こういうものがあった、文字であったり色であったり、イラストであったり、できるだけたくさんのものを一瞬で見るんです、ね、絵とかあるいは写真として頭の中に写すみたいな、そうイメージ的にはそういうものです。でこれはですね、バスケットボールの時に あそこにパスをすればいいっていうのを周りを見ていて、あそこだと一瞬の間で判断して、そしてそこに正確にパスをするような、そうですね、視野とも近いです。今は瞬間視だけ使ってます、今は視野だけ使ってますっていうことは実はなくって、広い範囲を瞬間的に見るということを特にスポーツでは繰り返しているわけですね。